から返事の声です。おはようございます。私がやっていいのを過ぎた時、洋食をやっぱり考えたことは、昨日ね、筋トレだったもんね。キョウさんとメニューが今日やトレーニングでしごかれました。体バキバキに鍛えられてます。いや、開幕に向けてさらにパワーアップするということでちょっと期待しています。はい、しっかり絞り込みます。開幕まであと1週間ちょっととなりましたが、今心境的にどうですか？5位に来るとね、はい、もう開幕だなって感じになるよね。そうですね、うん。山形は特殊なんで、アウェー4連戦が基本だと思うんで、本当にホームに帰る時には本当に全部勝った状態でホームの試合を迎えれるように、まずは千葉戦本当に勝ちたいですね。そうですね、僕の場合は、まあ、開幕戦が、古巣の千葉なんで、まずそこでしっかり、勝利を収めて次の試合につなげられるように、まあ、まずは目の前の1試合にしっかりとチーム全員で集中して勝利をつかんで、山形にいい結果を報告できるように頑張りたいと思います。お二人ともトレーニングありがとうございました。ありがとうございました。